はい、こんばんは、久保木純一でございます。本日は、大学入試センター過去問題集から、1998年、国語本試験の漢文を、解説、していきたいと思います。さて、早速文章の方をでは見ていこうと思います。いくね。はい、真聞くからスタートしますが、真はここでは筆者の自称と書いてありますので、じゃあ筆者ということで W と書いておくよ。さあ、一段落目の内容はどんな内容なんだろう。私はこういうことを聞いていると。装飾の銃は丸をつけるね。はい、やぶをカエルを憎まず、憎むというのが今回で中で書いてありました。結構大事な言葉、厭わないという意味合いがあるそうだ。やぶを変えることを厭わない。そして水生の虫ね、水生生物らしいですね。水生生物も水を変えることを、憎まず厭わないというふうに言っています。で、ここにこう書いてありますね。小変を行う、そしてこの字があって、大乗、その大乗を失わずっていう風な感じになるんだろうけど、ここで注目してほしいのは、小変という言葉と大乗という言葉が対の関係になっているよね。対の関係になっているよね。という言葉は、ということは、この字ありますよね。この字って順接逆接どちらにも使われるけど、今回は逆接として使われているのではないか。と考えることができる。OK。逆接としてこの字が使われるとき、どんな読み方をするか。ちょっとこれを探してみようか。楽々マスターから。はい。楽々マスターから、何ページかな。118ページ。接続詞として使われるとき、逆接だった場合、文中に来ているから、おそらく置き字にして読んでいないんだけど、送り仮名を補うから、どんな送り仮名が補られるかというと、どもにもという、こういうやつが補われているのだろうと。OK かな？大丈夫？おそらくこの文字は逆接で使われている。だから、小さい変化を行ったとしても、大きな、常は失うことはないと。まあそんなようなことが書いてあるのかな。これを知る者。じゃあこの部分ですね。この丸一番の部分を X としておくね。こういう X を知っている者は、続けていくね。べし、何々することができる。何することができるの？はい。持って、兵を持ちう。持ちう線引いて V。兵、かっこつけてよ。こういうことを知っている人間っていうのは、兵隊を扱ってもいいよ。軍師としていてもいいよ。つってるわけですね。続けていきます。なんとなれば、すなわち。なんとなればっていうのは、まあ、英語の what に相当する言葉なんですけども、じゃあそれに、すなわちという言葉が来てる。このすなわちはどういう意味だったか。やっぱり楽々マスターを見てみたい。楽々マスターを見てみると、このすなわち、120ページね。すなわちと読む字、御用法って書いてあるけど、このすなわちには、条件、原因を挙げ示すという働きがある。ということは、この部分が条件、原因。まあ、めんどくさいので、reason としとくよ。で、ここに what があるわけだよね。what reason というふうな感じになるわけだ。つまりこれ、why というふうにまとめても問題ないよね。なぜならばというふうな感じ。OK。なんか英語っぽいですね。はい。続けていきますよ。それ、そもそもと読む。そもそもという意味でしたね。それ、兵を持ちうる。持ちうる線引いて V。の方は、ある。情があると言っています。この情という言葉を僕っぽい、言葉にしていいですか？情というのは、情動、つまり、セオリーってやつだね。一般的に取り得るべき手立てっていうことです。はい。一般的に取り得るべきセオリーがあって、変。この変というのは、奇策とでも取ればいいでしょうか？
つまりセオリーと奇策というものがあるよねと。作戦にはセオリーと奇策というものがあるよねと。で、ここが実は対句的な関係になってるよ、この後がね。はい、10なればすなわちこれを囲み、5なればすなわちこれを攻め。いいね。10、つまり兵隊が相手の10倍いるんだったら、包囲してしまえ。5だったら真正面から戦え。10、5と来てるから、この部分っていうのはまあ数列的に見ると0だよね。10、5、0だよね。つまり適せざれば、つまり0の状態だったら、まあ0の状態で戦っちゃいけないから、まあものすごく少ないっていうことなのかな。ものすごく少なかったら逃げろ。なるほどね、っていう感じ。これを逃るるは兵のいわゆる情。そう、この上に書いてある3つだよね。10倍いるんだったら包囲しろ、5倍だったら真正面から突っ込め、0だったら逃げろ。これはセオリーですというふうに言ってるんですね。 OK、 はい、続けていくよ。かを持って、かというのは少ないですね。はい、かというのは少ないです。少ないを持って、つまり少ない兵力で州を覆す。州は多いですね。つまり小さい兵力で大きな兵力を倒す、そんな感じかな、は兵のいわゆる変。つまりこれは奇策だというふうに言ってるわけですね。 OK。 いにしえのよく、よくはうまく、これはのと読むよ。いにしえのうまく兵を用いる、用いる線引いて V、 ものはね、まあ有名な軍師だよね。作詞と言われるものは家ども、家どもはこれは間違いなく逆説。よく蚊を持って州を覆すね、少ない兵力で大きな兵隊を倒すといえども、10、5、セム、つまりこれはセオリーだよね。セオリーだよね。セオリーは未だかつて揺るがせにせず、揺るがせにする、まあこの字っていうのはバカにする、軽んずるという意味合いがある。 OK。 いわゆる、こいつはいわゆると読む字だからね、覚えておいてね。はい、小編を行うともとかそういう感じかな。これが逆説の意味合いになってねっていう、さっきやった四角一番括弧一番のやつでした。 OK。 続けていくよ。2段落目、2段落目にはまあ具体例が書いてあります。 OK。 昔秦の始皇、丸をつけて A は李信、丸をつけて B に質問した。我欲す、欲すは want to、 want to の人には必ず動詞がある。はい、 K を取りたい、はい、K という国を分取りたいと思っている。将軍というのはここでは B を指している。測るに、考えてみたときに、幾ばく人、幾ばくというのは英語の How many に相当。何人を用いれば足りますかというふうに聞いているわけですね。そして李信、 B は言いました。はい、20万人を過ぎず、20万人ぐらいでいいんじゃないですか、そんな感じのことを言ったんでしょうね。 OK。 それに対してまた王翦に王様は聞いたんでしょう。王翦は丸をつけて D としておくね。あの C を使わないのは SVOC を使い、 SVOC で C という文字を使うから A、B の次は D にさせてもらったよ。また王様は、王翦というやつに聞きました。はい、王翦はこう答えたようです。はい、この覚えてる？打ち消し2個重なってる時っていうのは、上が条件で下が結論ってやつ。覚えてる？はい、ちょっと楽々マスターを見ましょう。はい、楽々マスターの、これでございます。どこだっけ。はい、
7番だね。はい、7番じゃなかったね、ごめんなさいね。5番ですね。5番、夫婦家庭結果ってやつですね。家庭結果 OK で、上に来ている文字があらずですので、あらずんばと読んであげるやつですね。何々にあらずんばと条件を表し、条件仮定を表して、何々ず、何々しなければ何々しない。はい、60万人じゃなかったら、はい、この字は今回は動詞として働かないと文が決まらないよね。文がカチッと決まらないよね。ですからこいつはべしと読まずに、かならずという感じなんでしょう。60万人にあらざれば、かならずという感じです。ちなみにさっきここの大事な句形飛ばしちゃったけど問題ないね。未だかつてっていうのは過去に何々したことがない。だから過去にバカにしたことがないって言ってるわけですよ。OK。60万人じゃなかったらかならずっていうふうに言っています。だから思考はどうするか。少ない方を用いる方をね、なるべくだったら使いたいよね。シム、私益です。シンをして、シン、丸括弧をつけて、B。ここ、丸括弧をつけて、まあ、C ですよ。この C っていうのは、打つ線引いて V。つまり、シン、B さんを使って、K という国を倒そうとした。すでにして、軍破れ。軍は破れてしまいました。だから、欲しました。誰が？ A が欲しました。A が、はい、今度は D。60万人ってやつを、60万人必要だって言ってる人間を使おうとしました。そして D は言いました。王様と。必ず、これは何て読む？やむを得ずって読むよ。やむを得ず。やむを得ず真を持ちうれば。意味わかりますね。王様は B さん使って負けちゃったね。だから俺のところに来たんでしょと。ね。やむを得ず俺を使うことになったんでしょ。だったら、同じこと言ってるわけです。60万人にあらざれば必ず。じゃあ60万人用意しなさいと。思考これに従い、丸をつけて A。これっていうのは D ですよ。D の発言に従って、ついに K の地を平らげ。平らぐか。はい。平らぐっていうのは、平定する。つまり倒したってことですよ。それ、王戦。王戦丸つけて D にしとくよ。で、兄と来てるよね。もう覚えたかな？覚えてなかったら楽々マスターの反語形見ろ。兄というのは反語を導くんだよね。何々であろうか、いや何々ない。その証拠に、ザランがあって、矢がある。OK。つまり、なんて言ってるかっていうと、章を持って、衆を打つの、リータル。ここまで四角が囲んどくね。OK。何々を知らなかっただろうか。いや、知ってるなんだけども、小さい兵力を持って、大きいものを倒す、利、効果とか、効率とかっていうことなのかな。はい。それを知らなかっただろうか。いや、知っていたはずだ、なんです。でも、あえて、60万人欲しいよと。B が20万人でいけるかな、に対して60万人は欲しいよって言った理由は何なんでしょう？簡単に言います。セオリーを大切にしたんですよね。セオリーを大切にしたんですよね。ほら、ここにも書いてあるじゃん。セオリーをバカにはしない。バカにしたことはないって書いてあるじゃん。つまり、ここに書いてあったのは、ね、その効果は知っているだろうけど、ちゃんとセオリーを大切にした。だからこう書いてある。持って、小編は頼むべからず、大乗は失うべからず。だから、なんて言うんでしょう。奇策に頼っちゃダメだよ。書いてみるね。で、セオリーを大切にしろ。という感じですかね。はい。
あんまり気さくにばっかり走ってると、うまくいきませんよということですね。これは人生においても、ね、野球においてもそうですね。ノーアウト一塁だったらバントをしてワンアウト二塁にする、ね、これももう野球のセオリーだったりするんですけどもね、はい、セオリーはバカにしちゃいけないわけです。はい、そんなことを、筆者は述べたようですよ。では問1番からいきましょう。このなんとなればすなわちは What reason で Why ということで、なぜかといえばの5番が答えになるんでしょう。続けて2番。2番は何でしたっけ、どこだっけな。2番はあった、これですね。不敵っていうのはゼロ、つまりまあ15をゼロという感じですね。つまり逃げる、つまり兵力が足らないっていうふうに取ればいいんでしょうかね。兵力が足らないって言ってるものはどれかっていうと3番。 OK、 続けていきます。これですね。はい、まずこれのポイントは何だったか。こいつが逆説である。はい、逆説は、はい、この中でどれになってるかっていうと、もというふうにある2番5番。そして、失わざるなり、失わざらんや。失わざらんやは絶対ダメだよ。これ半語になって、いや、失うになっちゃうから、×。ということで答えは2番。小変を行うも、その代償を失わざるなり。次。先ほどやった2番は、OK かな。先ほどの1番は、否定の語句を2つ並べて、何々にあらざれば、上が条件、下が必ずと読む。今回は、こいつを動詞と取らないと、こいつも助動詞で、下になんか動詞があれば、ね、べしって読むんだろうけど、こいつはかなりというふうに今回は読まなきゃいけない。そうすると、はい、60万人にあらざれば。あとはもう全部ダメですね。はい、そうすると1番。随分答えやすい問題だった。問い3番。いにしえのよく兵を用いるものとあるが、その兵法にあたっての基本的な態度。難しくないよね。ここにあるじゃん。セオリーを大切にする。セオリーを大切にする。さあ、どれだ？セオリーを大切にしているもの。少ない兵力でもあらゆる条件を利用して、これはセオリーじゃない。強大な敵に対しても恐れることなく、これも関係ない。弱小の敵に対しては多くの兵力を用いる必要はない。いや、罰だ。敵より多くの兵力を保つように常に心がけるべき。OK。敵をできるだけ殺傷し、訳がわからない。答えは4番。続けていくよ。意味として最も適当なもの。はい、これですね。幾ばくは英語の How many に相当する。あなたが考えて何人いれば足りますというような感じですね。どれだけの人員を動員しても十分ではない。×だね。疑問形だよ。はい、意味が分かんないでしょ。しかもこの文はね、どれだけの人数を動員すれば十分であると考えるのか。多分答えは2番でしょう。続けて見てみます。どのような人物、関係ない。 How many だからね、数を聞いている。5番も関係ない。答えは2番。 OK。 漢文は文章が読めると、今回は問題がそんなにねきつくなかったね。次、兄と書いてあります。半語です。つまり知らなかっただろうか、いや知っていると言っているものを探しましょう。知らなかったわけではない。オッケー、オッケー、ダメ、ダメ、オッケー。この瞬間にまずは 1,2,5 に絞ります。そして何を知らなかったわけではないんでしょう。小さい兵力を持って大きい兵力を倒す、その利益が、知らなかったわけではないと。そうすると少ない兵力で多くの敵を攻める方が効率が良い。原則にはかなっていない。セオリーにはかなっていない。困難を伴うものである。関係ない。ので答えは1番。問5。
とあるが、李信の軍が敗退し、王翦の軍を勝利が収めたのはなぜでしょうか。B が負けて、D が勝った理由。B が負けて、D が勝った理由ってことですよね。簡単ですよ。セオリーを大切にしたから。でしょうね。はい。李信が、その兵力を、その兵力をじゃないよね。自分の兵力は何人必要かって言ってたんだもんね。だから、1番、2番は過小評価とか書いてあるけど、それは×。3番、李信が秦の始皇帝を説得できず、関係ないね。秦の始皇帝はむしろ通ってたもんね。どれぐらい必要ってね。はい。李信の軍は20万人の敵に対抗する能力しかなかったのに対し、王位の軍には60万の敵に対抗、関係ないね。自分が何万人必要かっていうことを言ってたんだもんね。李信のその軍を攻めるにあたっては20万足らずの兵力しか投入しなかったのに対し、王位は多くの兵力を投入したから、多分答えは5番でしょう。一応6番見てみると、李信が20万人足らずのその軍じゃなくて自分の軍が20万人だったんだよ。本文から伺われる筆者の主張、セオリーを大切にしろ、奇策ね、奇襲奇策に頼りすぎるなって言っているもの、太政も将兵も否定されるものではなく共に重んずる、これはちょっと三角だな。太政と将兵は根本において同一ではない。太政も将兵も必ずしも否定されるべきものではないが、かといってどちらにも囚われてはいけない、これも×。将兵は必ずしも否定されるべきものではない、奇策は否定されるものではないけども太政より重んずべき、 OK。 太政は必ずしも否定されるものではないが将兵をより、これはダメ。ということで答えは4番。うん、難しくなかったですね。唯一難しかったのはこれ覚えてましたかっていう感じかなっていう気がしますね。条件帰結っていうね、やつでございました。さあ、1990年代の漢文というのはですね、皆さんにとってはね非常に実力をつけていく上で、いい文章が多いです。僕バキバキ解説していくからね、25分もかからずに解説できるぐらいのやつだから、皆さんはこのね比較的、簡単なこの文章を使ってどんどん力をつけていってください。本日はこの辺にします。ありがとうございました。